はい、では皆さんお時間になりました。みんなの移住ウィーク2022、妄想現実にスタートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私スマートの宮部と申します。そして今日は前半宮本さんもよろしくお願いします。はい、スマートの宮本です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ついに4日目ですね。ね、はい、後半ですね。いよいよ終盤っていう感じですけれども、はい、残すとかあと2日となっております。オンラインのイベントの方はですね、はい、イベント自体は30日まで特設サイトもオープンしておりますが、はい、では今日ちょっと初めてもみんなのジビックこちらの配信公開型で見ていらっしゃる方用にですね、どんなイベントなのかというところを宮本さんからご紹介いただこうと思います。はい、みんなの移住ウィークはですね、妄想現実にというテーマ の, イベントになっております。皆さんもこんなことがしたいという妄想をお持ちの方もいるかと思うんですけれども、夜のこの時間にですね、膨らませていただきたいなと思っております。でテーマはですね、働く、住む、遊ぶ、学ぶ、巡るの5つなんですけれども、今日はお伝えした通り学ぶの日ですね。で最近ですね、私たちスマートチームも教育移住ニーズが高くなってきているなというふうに感じていまして、で、個性的な教育方針があったりとかですね、自然豊かな環境でのびのびと子育てができるっていうのはすごく魅力的な子育て世代を引きつけるものだなと思ってます。でそんな受け皿のある地域をですね、知ってほしいなと思っております。で今日はですね、地域で実際に学ぶ学生さん生徒さんをお呼びしてますので、生の声をお届けできればなと思っております。はい、では早速今日のあれ流れですね、はい、はい。で1部はですね、この後トークセッションがスタートします。こちらは公開型でお届けします。で2部がですね、非公開型というか事前に申し込んだ方のみのですね、イベントになっております。オンラインお見合い回転寿司というものを実施いたします。はい、はい、じゃあ早速トークセッションに入っていきましょう。で登壇者、2人いらっしゃいます。でお一人目がですね、岡山県笠岡市の菱沼というところのですね、フリースクールに通っている、小本さんと運営者の堂野さんをお招きしております。でもう一人がですね、島根県の海士町で暮らしながらですね、ネットの大学で学んでいるですね、南さんをお呼びしてます。よろしくお願いします。そしてファシリテーターはですね、スマウト移住研究所の編集長の増村恵理子さんです。ご自身もですね、長野県富士見町に住みながらですね、自身の子育て中の増村さん、今日はお願いできるかなと思ってます。はい、ここからは司会増村さんにバトンタッチ、はい、はい、しましょうか。いと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ではでは、じゃ増村さんに、はい、バトンタッチさせていただきますので、お願いします。はい、お願いします。では妄想を現実にということで、今日はたっぷりどんな妄想があって、どんな風に現実になっていったのかっていうところをお聞きしていきたいと思います。ご紹介いただいた通り、私は増村恵理子と申します。住所でいうと長野県諏訪郡に住んでおりますが、八ヶ岳のふもとですね、移住して8年目になります。子供が3人いて、上から11歳、5歳、2歳でまだ手がかかる、子育ていつ終わるんだろうって思ってるんですけど、今日はちょっと親の立場で子どもっていうものにも、何でしょうね、子どもの成長みたいなところとか、心がどんな風に揺れ動いていくのかみたいなところも少し注目してみたいなって思ってる点もあります。はい、フリーランスの編集者なんですが、いくつか授業もしております。どうぞよろしくお願いします。というわけで、早速その妄想を現実にしたストーリーを、お聞きしていきたいんですが、まずはお一人ずつというか、自己紹介からお願いできればと思います。まずはお名前とご挨拶をって感じですね。じゃあ堂野さんからお願いいたします。はい、フリースクール育みの代表をしています堂野と言います。妄想ということで、僕の大好きなキーワードですので、楽しみにしています。よろしくお願いします。お願いします。では、お隣にいる小本さん、お願いします。はい、伊藤留学で菱沼にいる小本優馬と言います。中学3年生です。今日はよろしくお願いします。お願いします。随分しっかりしたご挨拶ですね伊藤にいらっしゃるようですね。さて、じゃあ続いて南さんもお願いいたします。
はい、はじめまして。ネットの大学まながらと里山大学を同時で並行して海士町で、受講してます南由紀と申します。今日妄想というフェーズなんですけど、自分も道路さんと一緒で妄想するのが大好きなんで、ぜひお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。なぜかこう離島が続くのは偶然なんでしょうか、必然なんでしょうか。またそのあたりもそうですね、プロフィールを確認しながら紐解いていきたいと思っております。ではでは資料を用意していただいていますので、少し細かくですね、今ご自身が何をされているのかというところをプレゼンテーションお願いできればと思います。じゃあ堂野さんからお願いしてもいいですか。はい、よろしくお願いします。画面共有させていただきます。はい、グラレコですね。そうなんですよ。これうちの、フリースクール育みのスタッフをしてくれているお母さんがこれ得意で、書いてもらいました。はい、なかなかこんな得意なお母さんいないと思うんですけど、すごい達成ですね。はい、結構内容を追っていくとね、濃い話なんですけど、グラレコにしてもらうとこうサクサクっとこういけちゃうところが気に入ってるんですけども。はい、早速PR させていただきます。はい、フリースクール育みの代表をしております堂野と言います。私がフリースクールで不登校の子どもたちと関わってるに至るストーリーなんですけども、もう40年近く前になりますけど、私自身が不登校だったということで約 5年間かな、学校に行けない日々を過ごしておりました。でこのグラレコにもあるように、当時はお札を貼られたり催眠療法に連れて行かれたりということで、かなり皆さんに一生懸命、関わっていただいたんですけども、なかなか学校に行くことができないという日々を過ごしまして、でその後中学校を卒業してから、一人暮らしを始めて夜間の定時制高校に、通うことになりました。でそこでアルバイトをしながら、一人暮らしをしていくわけですけども、なかなかそこも苦難の連続でして、仕事を何度も何度も辞めてしまって、生活費を稼ぐために一生懸命またアルバイトを見つけていくという日々を送っていくわけです。でもなんとか高校の仲間に支えられて、卒業することになりました。でその後どうしたもんか、不思議なご縁で学校の公務技術員という用務員さんなんですけど、そちらの仕事をやってみないかということで学校に関わるようになっていきました。で何かやっぱその学校で働く中でも、そういう元気のない子とかやんちゃな子が常に私の周りに、いるような感じで、教室から飛び出してきた子どもと一緒に校庭の草を抜いて過ごしたり、そういう日々をずっと過ごしていたんですが、ある時、自分のですね、その不登校体験をちょっとたまたま絵と文章で書き残したところ、それが随分反響を呼んでですね、本が出版されました。でその本がまたまた反響を呼んで映画化ということになって、当時岡山県でクラウドファンディングがない時代に5万人の方もう手売りのチケットで制作費を集めていただいて映画が完成してということで、そこからなんとなく自分のこう人生がそういう教育の方に引っ張られていくような形になって、カウンセリングを勉強したり、講演会に呼ばれたりということで、やってきました。でその後、私立の高校から声をかけていただいて教育相談員として、勤める日々を過ごすわけですけども、その中でまたいろんな仕事を与えていただくんですけども、法人の事務局長という立場を与えていただいたときに通信制の高校を作ったんですね。で、ただ作っただけじゃなくて、やっぱり子どもたちにちゃんとした教育をしたいっていう思いから、何かこう伸び伸びと活動できる拠点がないかなというふうに探していたところ、この今現在、住んでいる菱島と出会いました。でそこから菱島のご縁がつながって、もう今8年目になるわけです。で、その私立高校を退職した後、地域おこし協力隊としてもう完全に菱島に移住して、この教育活動を細々とサポートしていったわけなんですけども、昨年、自分自身で、
スクールを立ち上げたいということで、フリースクール育みを立ち上げました、うん、まあそういうざっくりとしたストーリーです。ちょっと河本君の紹介もしたいので、また、はい、詳しくはお話ししたいと思いますけども、はい、河本君じゃあお願いします。はい、はい、お願いします。僕も不登校だったんですけど、うん、小学校の時からちょっと不登校気味で、まあ4年生ぐらいからちょっと行かなくなって、でまた5年生で復帰をして、うん、6年生もちょこちょこ行きながら、続けて行っていて、で中学生になって頑張ろうと、まあ、毎日学校頑張って行って、まあ、それで疲れたんでしょうね。ちょっと不登校にまた戻ってしまって、うん、でそこで、悩んでて、でそうするとお母さんが、堂野さんが載っている記事を見つけて、フリースクール育みに見学に行こうって、言って、フリースクール育みに見学に行って、すごい良かったなと思って、で、そのままもう即答でフリースクール育みに登録して、でそこから通いのコースで、土日にフリースクール育みの方に、ずっと通っていて、11月から離島留学という離島に、行って生活をするっていうので、もう興味を持ってすぐに、11月から行こうと思って、で、11月から離島留学を、始めていまして、でまあ12月ぐらいかに、はい、2ヶ月、1ヶ月か、1ヶ月じゃな、2ヶ月か、2ヶ月、うん、離島留学をして、ちょっと、このままでいいのかっていうのをちょっと考え出して、うん、で考えた結果、ここに住民票を移して、ここから中学校に通って、中学校へ方に行くっていうことを決断しまして、うーん、で今年の4月から、ここに住民票を移して、笠岡の、陸の方の学校に通っていますね。今はもう子供がいなくて、うん、昔あった学校も廃校になっているんですね、なので、スクールボートっていう市の用意してくれた通学用の船で毎日陸地まで通ってくれています、うん、そうですか、そういう感じです。はい、ありがとうございます、はい、もうすごくもうこの時点でいろいろお聞きしたいことはいっぱいあるんですが、一旦じゃあ南さんのご紹介もぜひお願いいたします。はい、画面共有させていただきます。はい、はい、大丈夫でしょうか。はい、見えてます。ありがとうございます。よいしょ、こうして、はい、それでは紹介させていただこうと思います。改めまして、はい、南ゆうきと申します。今回はちょっと堂野さんとは違った方向で、堂野さんは何かされてるってことなんですけど、今自分は何かしようとしてる段階の模索のところにまだいる状態です。ですので、ちょっと今までどうやってきたか、でこれからどうなっていきたいかっていうところを少しだけ語らせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。自己紹介を始めさせていただきます。はじめまして、南ゆきと申します。2002年8月生まれの19歳で、兵庫県は川西市という、大阪のすぐ近くの町の出身です。大学では経済経営について学んでいます。で釣りをするのがすごい好きで、海士町に来てからドハマりしました。写真はそのハタっていうちょっといいお魚の釣り上げた時のものです。で最近人から言われて嬉しかった言葉は、笑顔が以前よりもっと素敵になったねって言われて、すごい嬉しかったことを覚えてます。でこの後また語らせていただくんですけど、座右の銘
っていうのがありまして、それが今の自分にできることをするっていうのと、その今日よりもほんの少しいい明日をっていうものです。自分地域学びとしてなぜこの道を選んだのかと言いますと、簡単には成り行きです。いつの間にか選んでたんですよね。で、大学入学までそのちょっと親との関係でギクシャクしているところがありまして、その母親はそのやっぱちょっと過保護で、父親がちょっとネグレクト気味な感じの家庭で育ちまして、でその自分はその南ゆうきという個人で見てほしいっていう気持ちに対して、母親などはその自分の人生がうまくいかなかったことをその子供にはうまくいってほしいということで、過去の自分を投影しての愛の形になってしまってた。でそこでその愛の形に対してちょっとした葛藤みたいなものがありました。あとは普通に自分小中高で中学の2年生から高校3年生まで不登校だったんですけど、小学生の頃はまだ良かったんですけど、小学生の高学年ぐらいからちょっとずつ周りと馴染めなくなってきまして、で、うん、中学高校ではもう完全に周りと浮いちゃって、なんか喋りはするんですけどどこか疎外感を感じるような状態だったりしました。でまたその求められる結果と求められて出そうとした結果への差の焦り、理想と現実のギャップってところにもかなり焦っていて、そこに関してもあんまり心に良くない影響があったりとかしました。あと他にもそのもう何もかもやりたくなくなっちゃって、選択次第を選択する人生において、でその自分の人生においての当事者意識のなさっていうところもまた課題として持っていたと思います。つまるところ生きてはいない、死んでいないだけみたいな、そんな状態でした。でそんな時にたまたま高校の広報から紹介されたのが、ネットの大学まながらと里沼大学が提携した里沼プログラムという4年生の1年ごとに地域を変えながら旅していく大学の制度でした。でもう大学受験も何もしないを選択していたので失敗しちゃったので、悩みつつもでももう他に道はないしということで思い切って海士町へ行くことになります。で海士町での生活、労働、生き方は一つじゃないってことを学びました。生活は結構忙しいです。朝4時起きとかも普通にあります。で12時就寝みたいな。でもなんていうかその本という時に比べて時間の流れはすごいゆっくりで、なんていうか本土にいた時はすごいやらなきゃやらなきゃっていう感じで急かされてる感覚があったんですけど、島ではそこまで急かされてる感覚はあまりなくて、すごい自分にとっていい環境でした。で海士町でも自分の生活風景の一部を少し写真で貼らせていただいております。リゾートホテルで、円筒というホテルがあるんですけれども、2021年の7月去年にグランドオープンしたホテルでのインターンをさせてもらっています。ここでの勤務を通じて自分という人間の、行動原理、必要だから何かをやるとか、誰かが求めてるから何かをやるっていうところに喜びを感じるんだなってことに気づきました。あとはその島では常に人手不足で、その機械が使えない場合とかはみんなでいろんなところにお手伝いに行きます。でその時に報酬としてお米とかお野菜とか魚に、あとは人とのつながりっていうところをもらったりとかします。他にも島での、町のソフトボール大会とか、あとは海士町がある隠岐諸島は世界ユネスコジオパー、ユネスコ世界ジオパークにも登録されていて、すごい自然が豊かなところです。あと他にも先ほど言わせてもらったんですけど、人とのつながりがすごいできやすくて、なんかそれは観光で訪れた人とかも例外じゃないです。なんかまた来たよってたまに言ってくれる方もいて、なんかそういうことはすごい嬉しいです。で海士町のキーフレーズとして、なんかないものはないっていうものがありまして、でそれってそのないものはないものばかりに目を向けずに、今あるものに目を向けようっていうものなんですけど、そのない結果を求めるんじゃなくて、今自分にあるものを見つめて、そこからなんか今できることをすべきなんじゃないかなというふうに学ぶことができました。で今はそのやりたいことっていうのは今までなかったんですけど、自分もその不登校だった経験とか、人間関係でちょっとこう疎外感を感じていた経験とかをからその教育分野に興味を持ちまして、その昼は子どもの適応教室フリースクールで、夜はなんか大人のその逃げ込める場所みたいなのも作れないかなっていうふうに今妄想しています。以上で簡単な自己紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。どうやら共通点がありそうな気がしてきました。どのさんも5年ぐらい学校に通えなかったっていう時期があったようなんですが、もともとはその用務員さんというか、学校の中でも用務員さんとか保健室とかってなんて言うんでしょうね、フラッと生徒さんたちがちょっと授業を抜け出して、なんて言うんでしょう、もしかしたら別に何も悪くないかもしれないけど、ちょっと抜け出して行ってみようかっていう逃げ場じゃないですけれども、
なんかそんなような場所としての役割があったのかなというふうに想像するんですが、まあ、そこでなんて言うんでしょうね、感じていたこととかってありますか？そうですね、僕自身もやっぱりその学校現場になんていうか息苦しさというか居心地の悪さはずっと感じてきていた人間なので、なんかやっぱり同じ匂いを感じて寄ってくるんでしょうね。このおじさんは分かってくれるかもしれないみたいな感じで、僕はただただその業務としては全然子どもと関わる任務ではないんですけど、やっぱその学校という中に存在している一人の人間としては、やっぱ子どもと向き合う機会を、まあ、与えてもらえるというか出会いがあるので、やっぱりその子たちと過ごす時間っていうのは自分にとってもこうなんていうかな、充実した時間だったですね。そうなんですね。南さんはその学校に通えなくなってしまった時期、自分が浮いているっていう言葉がありましたけど、その時期に誰か、なんでしょう、よりどころじゃないですけれども、ちょっと逃げられそうな場所というか、そんな場所は学校の中には難しかったですかね、なかったですか？そうですね、自分の場合はちょっとそのあたりを見つけるのがすごい難しい状態で、その相手が受け入れてくれなかったっていうわけではなくて、自分が受け入れられなかった、どうしても自分の方が一歩踏み出して誰かに助けを求めたりとか逃げたりすることができなかったんで、そういう意味でなんていうか居場所がなかったっていうのは今思うとあるなっていうふうに感じています。なるほどな。逆に今はその居場所を作ってあげようとしているっていうのが2人の共通点かもしれないですね。あのそれぞれなんて言うんでしょう、離島に、どのさんはあの日島に、南さんは海士町ですけど、なんかそことの出会いっていうのはどんな経緯があったんでしょうか？あ、どちらからでも。じゃあ、はい、ちょっと先ほども触れましたけど、僕やっぱ教育関係ずっと勤めていて、で通信制高校を立ち上げた時に、やっぱ子どもたちがもっとやっぱ活動できる環境を与えないといけないなというのをずっと感じていて、でそのフィールドどっかないかなと探してる時にこの日島に出会ったわけなんですけど、つまりなんかこういわゆる教室とか学校とかそういう建物ハードも大事なんですけど、ここに来た時にこの島全体の雰囲気とか島民の皆さんの関わりとか、もう島の暮らし全部が学校にできるなっていうイメージを持ったんですね。なるほど、なんかそういう妄想というか、学校にとらわれないんだけどもちゃんと子どもが成長できる場所がここにはあるなというのは感じましたね。じゃあこれは小本さんにお聞きするのがいいかもしれないんですが、一日の何でしょうね、通っていらっしゃる生徒さんたちがこんなことをやったりあんなことをやったりっていう、なんかこう具体的なところも教えてもらってもいいですか？そうですね、通いの子たちは最初に朝来て、1日の予定を決めますね、その日の。今日は何をするって、みんなで話して。そうですね。はい。なるほど。で、ホワイトボードにやることのカードが貼って決めるんですけど、そのカードを最初にみんなで選んで、まあ、活動を決めるって感じですね。なるほど。でも途中変更も全然ありで、もう本当にやりたいことをやるって感じですね。カードの種類で言うと何でしょう、例えば釣りとか。例えばそうですね、釣りとかですね。釣りとか、体育館があるので、何かスポーツをしたりとか、もうゆっくり休んだりとかも全然できますし。そうか、そうなんですね。地域の方との関わりみたいなものはありましたか？そうですね、結構、関わりがあって、家具組に畑があるんですけど、はい、そこの畑で島の人に教えてもらって、植え方とか野菜の育て方とか結構島の人は詳しいから教えてもらったりしてますね。
おそらく人口でいうとどのくらいでしょうね。飛島は今はですね、今居住人口でいうともう26名ですね。ああ、そうなんですね。高齢化率がもう 90%。 でそういう中で僕が一番若かったんですけど、この春から最年少者15歳ということで衝撃的な年齢のこう高齢化率を下げるのに貢献してくれて本当ですね。何パー下がったのかな。3%、計算したら 3%ぐらい下がったかな、うんうん、いやすごい。でもその人数だともう一人ね、十何歳みたいな子が来たらみんなの子供っていうか地域で大切にされるだろうなっていうのをイメージしました。そうですね、やっぱこう地域っていうのがもう完璧に残っているので、うん、島の人の島民の皆さんの名前多分全部言えるし、この人がどういう調子が悪いとか、どういう怪我をしてるとか、生活の中まで多分分かってると思いますね。そういうところは面白い。なるほど。海士町もその辺のつながりはすごく強そうですよね。さっきのスライドにもありましたね。海士町を南さんが選んだ、これは選べるんですかね。自分でいくつかの地域がありましたけど、選択肢として海士町を選んだということですか。そうですね、自分が、地域を選ぶ際は5箇所、今10箇所選べるんですけど、やっぱりまだちょっと自分で決めれるような状況ではなかったその時は、ですので、その里沼大学っていうのを立ち上げた信岡さんっていう方が以前その海士町で生活されていたっていうのと、あとその同じ同期の、里沼生が一人、先に海士町に4月に行って、自分6月に行ったんですけどに行ってたので、ちょっとやっぱりそのどうしても引きこもりの状態から初めて家を、そして島に行くっていうことだったんで、ちょっと頼れる人が先にいた方が心強いなっていうふうに思って、そういうふうに選択させていただきました。そっか、そうですよね。その決意というかすごいことですよね。ずっと家にいたのに外にどころじゃない離島に行くっていうのはなかなかですよね。そうか。そうですね。あまりその親に今まで甘えてたなっていうところもやっぱり感じてはいたん でそういう意味ではその離島ってなるとどうしてもちょっと物理的な距離的には結構離れるんで、そういう意味でも選択したっていうのがあります。なるほど、そうなんですね。いや、何かその例えば堂野さんは、子どものためのフリースクールを作るっていうのをもう現実に妄想現実にされている方だと思うんですが、何か障壁になるようなこととかありましたか。そうですね、これフリースクールを作るってめがけて過ごしてきたというよりかは、やっぱりこうこの土地に出会った時に、ああこういう環境で子どもたちと過ごせれたらなんとなくいいなと思っているわけですけど、なんていうのかな、やっぱり島で過ごしていると僕自身も受け入れてもらえない時期もあったので、ああそうですか、やっぱり島民としての信頼を勝ち取るという、例えばですね、最初来てすぐの時に草刈りの案内が来たんですけど、たまたま出張が重なっていて、最初2回連続で草刈り出れなかったんですよね。はい、そしたらもうあいつは役に立たんっていうような猛烈なものを受けたりしたんですけど、まあそこからやっぱり自分がやりたいものもそうなんだけど、やっぱり島民として、しっかり根を下ろすことが大事かなと苦労がありましたけど、そういう中で実際に子どもたちがこう関わりを持ってきてくれて、で島民の皆さんとその交流がだんだん深まっていって、島全体が今のその子どもたちを受け入れてくれるっていうところまではやっぱり3年4年かかってますね。あ、すごい時間軸だったんですね。だから何かこういろんな障壁もあるんですけど、それはまあ事柄なので解決する方法はあると思うんですけども、なんかやっぱりそういう信頼を勝ち取るその時間っていうのは方法論じゃないので、地道に、一歩一歩っていう感じですかね。そうですよね。その
行動で示さないとっていうところですよね、うんうん、時間をかけて、はい、なるほど、そうなんですね。南さんは何でしょう、障壁というか、こんな妄想していたけど現実はこうだった違ったとかいうようなことってありますか？そうですね、まあ、まず障壁と言ったら本当にもうその、いかにして外に出るかっていうところから始まってて、うん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 、でやっぱりその妄想はするけどでもその妄想のスタートラインにすら立っていない状態、うんうん、妄想を始めるスタートラインにすら立っていない状態の中で言ってしまえばマイナスの状態でマイナスからまずゼロに戻さないといけない、でゼロからプラスに持っていくのが多分妄想の段階に入っていくんじゃないかなっていうふうに自分は思っていまして、でその、うん、今はようやくそのようやくプラスマイナスゼロみたいなものってきたんですけど、やっぱり最初はどうしても自分から一歩を踏み出すっていうのは本当に怖くて怖くてたまらなくて、で、うん、周りは確かにその受け入れてくれる人もいますし、で逆に受け入れてくれない人もいる中でそのこう誰に頼ればいいのかとかどうすればいいのかっていうことを本当に手探りで一つ一つやっていくしかなくて、でそこですごいちょっと苦労したっていう記憶があります、うん、でもその中でやっぱりどうにでもないっていう精神でやっていったら意外とその受け入れてくれないと思っていた人も案外受け入れてくれたりとか、なんとか優しくしてくれたりとかしてて、でなんかやっぱりその何かを起こすには自分からの行動がまず絶対的に必要なんじゃないかなっていうふうに今思ってます。なるほど、そうなんですね。自分から一歩を踏み出す難しさってすごくありますよね。小本さんはフリースクールに通って、今はその離島から、スクールボートに乗って学校に通っていらっしゃるっていうことですけど、その決断をするとか一歩を踏み出すっていう時のお気持ちはどんな感じでしたか？どんな決意を持って？そうですね、うん、まあ最初はなんか軽い感じでなんかここに住民票を移していけたらいいなっていうことがあって、うん、で、まあ、どんどん、まあ、時間を過ぎていく中でどんどんそういう決断をしないといけないっていう時期が来て、はい、そこで、まあ、行こうかなっていうのを決断しまして、でそこでいきなり、学校に行って、まあ、不安とか結構あって、うん、勉強についていけるのかっていうの、まあ、ついて行くっていうのは多分無理なんでまあそこはきっぱりもう諦めてからの、スタートになるので、うんうんうん、そこはちょっと覚悟をしてここは決断しました。なるほど、そっか、そうなんですね。でもその決断を後押ししてくれたきっかけみたいなものは何かありましたか？そうですね、やっぱり育みでの生活の中でここなら、うん、なんか行ける気がするっていうか、うん、家から学校へ通うのはなんかできない感じっていうか、うん、そんな感じがするんですけど、ここだとなんか前向きな気持ちになれて、うん、すごいなんか頑張れそうな気持ちが湧いてきます。いやー素晴らしいですね。そっか、自宅からだと通えないかもしれないけど今のところだったらっていうのはそっちが本当の家みたいなうん、そうですねそんな感じになってますよね、はい、ちらっと先ほど実はご飯を随分作られているって話を聞きましたが、いわゆるなんて言うんでしょう、ご実家ではない分自立して何でも自分でやらなきゃいけないっていう側面もありますよね。はい、うん、料理とかどうですかね、どのくらい作られていたとか。そうですね、まあ家にいる時から結構料理とかはしてて、うん、まあ料理の面ではあんまり苦労っていうかそういうのはなくて。素晴らしいすごい、家にいる時も学校に行ってない分すごいすることがなくてすごい暇で、で何かしようと思って、
結構あの家にいるときにいろいろしたんですけど、まあすぐ辞めてしまうのがちょっとなんか悩みっていうか、それも、うん、それも苦労があったなっていうのはあります。うちのフリースクール、大人は何もしないんですよ。なるほど。全部ユーマがご飯作ってくれるし、自分の洗濯もするので、僕は食べるだけ。いいですね。いいですねっていうのもおかしいですけど、でもそうやって自分が何でしょうね、輝けるポイントじゃないですけれども、世の中に認められていくというか、発揮できるポイントがどんどん出てくるような、そんなところもあるのかもしれないですね。うん、南さんは年でいうともうちょっと上の、まあ、大学、なんて言うんでしょう、大学生っていうことになりますよね。ちょっとお兄さんになると思うんですけど、なんかこう普通の大学生ってよくよく考えてみれば、ずっと履修しなきゃいけないカリキュラムっていうんですかね、っていうのがあって、必修の単位というか、これだけはやってねっていう単位をこなさなきゃいけなくて、就職活動の時期になって急に自分の生き方とかキャリアをどうやって作っていくかとか、なんか考えたり責められたりするような気がするんですけど、なんか南さんのその海士町でのなんて言うんでしょうね、暮らしぶりというか学びぶりみたいなものを見ていると、もうそもそも大学の4年間そのものが、もしかしたら大学じゃなくて高校も中学も、自分の勉強っていうことだけじゃなくて、その自分の生き方とかキャリアというか、なんというか、どんな風に生きていくっていうことを考えたり作ったり種を見つけていくような時間が必要かもしれないなと思いました。そうですね、やっぱりいろんな大学生を見てて思うのが、やることをやってる子はやってる、やっぱりよりよくこなす子はいるし、うん、逆にその自分もそうなんですけど、自分みたいにその一個一個にすごいパワーをかけてしまう、要領よくやるパワーをかけてしまって、でなんかもう一個一個ひいこらひいこら言いながら片付けてる子もいるんですけど、うん、でもなんかその今までそのひいこらひいこら片付けるだけだった、で常にその 120% 気を張って生きてきた人生だったんですけど、島に来てからその大学での学びもそう、そのいわゆる知識面、うん、専門的な知識を学んで社会に出た際にそれを生かすっていうのもそうですし、あとはその、そういう島での生き方そのもの、自分の人生においての生き方そのものを決める時間、なんで休学をしないギャップイヤーみたいな、言ってしまえば、はい、そっか、なるほど。なんでネットの大学まながらの方で単位が取れる、里の場の方は市民大学って言いまして、あくまでもその文科省の認可を受けていない大学、まあだからなんかコミュニティみたいなもので、うん、なんでそのネットの大学まながらの方で授業を受けていくんですけど、はい、でもそのまながらの方は基本的に授業も試験も全て卒業までパソコン一つで完結するっていうようなシステムがなっているので、その自分の好きな時間の通りに勉強をして、でものを提出してみたいな、まあ期限はありますけどって感じなんで、うん、なんていうか時間の配分もろもろ含めて、なんていうか自分の生き方もそうだし、でその生きる上で必要な最低限の人間的な暮らしを、その小中高でちょっと学び忘れていた部分もあったので、そこも学び直してるし、でかつその大学の勉強も、その何だろう、専門的な知識をつけるっていう意味ではやれてるんで、ちょっとこなすのはたまにしんどかったりするんですけど、やっていけたら自分の成長になるんじゃないかなと思って今続けてる感じです。なるほど。1日のスケジュールを見てみたんです、里の場とかウェブサイトをちらっと見たんですけど、午前中は確かにまあ講義が入っていたりするものの、午後は地域活動とか、なんて言うんでしょうね、すごくその学びの捉え方が違うというか、座学はあくまで座学であって、地域の中に学びがあるっていうような捉え方をされているのかなという感触を得ました。そうですね、そのあくまでも里の場大学での授業に関してはインプットで、その午後の地域活動とかで本当に何をするかは自由なんですよね、
なんかもう本当、それこそもう君たちに任せるよっていうスタンスの中で、なんというか地域に関わっていく中で、その里の場で学んだことをそのアウトプットで身につけていく、うん、でそのまながらの授業に関してもその経済経営の感じの話とかを聞いて、でそういう話をその地域の人でそのお金に関して関わってる人とかに話を聞いて、なんかアウトプットしていくっていうやり方ができているので、何か学び方がすごい二重で、普通の大学生よりも2倍のペースで、なんていうか、うん、ある意味学べてるんじゃないかなっていうふうにも思ってます。本当ですね、2倍の学びがありながら、本当に自分がやりたいことを考えつつ、自分の足で立てる自分を目指すっていうのかな、そんなすごく貴重な時間を過ごされてるのかなと思いました。まあ、もうなんかあっという間に時間になっちゃって、すごいお聞きしたいこといっぱいあるのにっていう感じなんですけど、今後やりたいこと、やってみたいこととか、今の地域にいるからこそやりたいと思うようになったことをお一人ずつ聞いていきたいと思います。じゃあドノさんからお願いします。はい、もう私の場合はこのフリースクール立ち上げちゃいましたので、やっぱりこう教育機関だし、こうやってもう実際に若者が来て、ここで人生のひとときを過ごしてくれているので、そのこれからどん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 ここがまあ第二のふるさとになったり、自分の居場所になったりする若者がこれからどんどん増えていくので、今度はその若者たちがこの島にしっかり関わっていってくれるというイメージを持っています。もうこれはもうだから僕だけのことではなくなっていて、島全体のことでもあるし、それぞれ若者一人一人の人生のことでもあるし、そこの中心にこの育みっていう居場所があることで、いろんな人がこれからここを通じて島とつながっていってくれるっていうのが、まあ、喜びというか楽しみですね。ありがとうございます。小本さんもぜひこれからやりたいことを教えてください。はい、そうですね、まあ、僕はもう中学3年生でも受験、まあ、受験だそうですね、受験ですねで、まあ行きたい高校も、まあ、あって、はい、で第一はもう高校に行って、卒業するっていうところが目標なんですけど、うん、まあ、うん、まああともう1年、うん、1年もないですけど、うん、まあ残りのここにいる時間をもっとなんかいい時間にして、まあ、学校に行く時間もなんか、まあ、友達との、関係も、うん、保ちつつなんか楽しく、学校生活を送れて、で、高校に行けたらなと思っています。ありがとうございます。今この時間を楽しくするとか大切にするっていうのは、南さんの資料の中のご自身の何て言うんでしたっけ、モットーみたいな言葉を一番最初にいただいたんですけど、なんかそれに近いような気がしましたですね。じゃあ南さんからもこれからやりたいこと、この地域にいるからこそやりたいことみたいなものを教えてください。そうですね、今この地域においてやりたいことといえば、本当に今そのホテルで関わらせていただいていて、うん、でその人との接し方とかも基本的なところからで、あとはそのなんていうか、自分はどっちかっていうとそのやりたいじゃなくて必要だからっていうのをモットーに来てる人間なんですけど、でもやっぱそのホテルの方々は、こういうあり方を目指したいっていう、その何かそのためにこれをやりたいみたいな、そのスタンスで生きてる方が多くて、でなんかそういう感じの生き方で刺激をもらってるので、まずそこの刺激をもらっていきたいっていうので、うん、でそのゆくゆくその大人になった際に、なんていうか一本自分の生き方に信念を筋を持ったような生き方をするような人間になりたいの でかつ自分とか他のなんかその苦労してきた子どもたちとかとずっこけながら一緒に伴走ができるような人間にもなりたいと思ってますのでそのまずは、まあ、そのためにはちょっとしたまずは一般社会の会社の在り方を知る、でさまざまな働き方を知りたいなというふうに思ってますし、でそのためにはやっぱりその今ちょっと自分大学に通ってるんですけど、ただその中高不登校のおかげで不登校のせいで勉強がちょっとできてなかったので、うんうん、まずそこら辺そのあたりの学び直しとかも必要ですし、うん、なんというかそれこそ先ほどその
鶴野さん言ってたと思うんですけど、あの自分のもっと今できることをするっていうのと、うん、その、うん、今日の自分より明日の自分が少しいい、あの明日を過ごせるようにっていう風な意味で少しずつ一歩ずつやっていきたいと思います。いやー本当に皆さんがたくましく思えてきますね。あのせっかく堂野さんともつながったので、フリースクールの作り方というか運営の手法などもぜひ今後もお聞きしてみてください。はい、ありがとうございます。ではでは、あのすごい短い時間だったんですが、また事務局にバトンタッチをしたいと思います。はい、ありがとうございました。いや本当になんか実際にもう生徒としてこうあの入られている方のなんか等身大の視点と、あとはあのその、ね、場所を作られたトムさんのお話も含めて、うん、なんか両者のお話とてもすごくあの私自体勉強になりました。ありがとうございます。はい、ではですね、ここからはあの2部の皆さんですね、2部の方でですね参加いただく地域の皆さんに、それぞれの地域のちょっとご紹介もしていただこうかなというコーナーにあの移っていきたいなと思いますので、一度ですねあのゲストの皆さん、ファシリテーターの皆さん、一度ですねこちらであの一度あの下がっていただく形になりますので、改めてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではありがとうございます。じゃあ宮本さん、続いてのコーナーはですね、あの2部の方の、ね、はい、地域の皆さんにあのどんどんあの出演していただこうというコーナーになっております。はい、進めましょう。じゃあ、ね、地域の自己紹介タイムというところで、あのこちら2分間でですね、あの各地域 の、 あのご紹介いただいていこうかというふうに思います。はい、じゃあ宮本さん、これちょっとお時間計っていただきながらですね、進めていきたいなと思いますので、はい、じゃあトップバッターはですね、長野県安岡村さんが今日も参加いただいてます。早速呼んでいきたいと思います。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではですね、今から、はい、2分間であのお話しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、長野県安岡村の山崎と言います。よろしくお願いします。今日は、村内にある NPO 法人グリーンと自然体験教育センターというところの、事務局長さんに、聞いていただいております。長野県もちょっと広いんですけれども、安岡村大体この辺ですね、南の端っこにありまして、まあ、有名なのかどうか分かんないんですけれども、全国でも多分ここだけですかね、あの小学校に併設している学校美術館というのがあって、子どもたちが、プロの美術品をいつでも見ることができる、ちょっと特殊な、ことをやってたりとか、まあ、いろいろ他にもあの面白いことあるんですけど、その中でもこのグリーンウッドさんの取り組みっていうのはやっぱりあの日本の中でもすごく、なんていうか面白いので、ちょっとあの話をいただきたいと思います。お願いします。はい、NPO 法人グリード自然体験教育センターの斉藤と申します。よろしくお願いいたします。我々はですね、人づくりで村づくりを行っている団体です。はい、37年前にですね、あのそもそもは、都市部からに住んでいる子どもたちが共同生活をしながら自分たちの家を作りたい、1年間あれば家を作って、あの田んぼも畑も食器も全部自分たちで手作りできるんじゃないかっていうプロジェクトから始まった、あの倉小学校大だら墓地というところから始まっております。今37年目になりまして、まあ、いわゆる山村留学なんですけれども、1年間の共同生活をあの小中学生がしながら、田んぼや畑は自分たち耕し、薪を自分たち集め、そして暮らしのすべてのルールやスケジュールも自分たちで話し合いで決めるという、そしてその暮らしを行われているすべてが子どもたちを育てるというものをやっております。当然、安岡村の小中学校に通っております。で、そういう暮らしの学校大だら墓地の、教育手法を、キャンプや青年育成、野外保育、地域づくりに活かして、年間2万7000人の、方たちに教育を、提供しております。で結果的には、我々グリーンウッドで雇用を生み出し、地域の担い手を育てて、はい、様々な受賞もしているというところでございます。はい、人づくりで村づくりをしている団体です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あの安岡村さん、はい、2部の方でもご参加いただいてますので、はい、詳しくは後ほど皆さんぜひお話ししてみていただければと思います。ではまた2部もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、では続いてあのどんどんいきたいと思いますが、2番目にご登場いただきますのはですね、兵庫県田島田舎暮らし情報センターさんが今日あのご参加いただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。
こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。では今から2分間で、はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。田島田舎暮らし情報センターで移住相談をしている松宮です。今日は皆さん妄想をお持ちということで、それが実現できるようなあの場所があるよってことでご紹介させていただきたいと思います。田島っていうのがちょっと聞きなじみがないエリアかもしれないんですけれど、実は神戸の上の方、ここですね、ほぼ半分が田島っていうところになっていて、そこに5つの町があるっていう地域です。で、まあ自然とかすごい豊かで海も山もある地域なんですけど、すごい自慢したいのが実はあって、コミュニケーション教育っていうのを実践してる地域です。で、これなんかなんだっていうことなんだったと思うんですけど、まあ詳しくはちょっと後でもっとお話ししたいんですけど、うん、演劇っていうものの手法を用いて、子どもたちとか、まあ、大人もなんですけど、他者の人への理解とか共感とか協働っていう力を育む教育を実践してるっていうのが私たちのエリアの自慢です。で、まあ、このコミュニケーション教育が実践されてる町なんですけど、まあ、いろんなことやってて、最近では大学ができました。ここは芸術と観光を一緒に学ぶっていうすごい斬新な大学になっていて、今もう160人学生がこの地域に来ています。さらになんですけど、演劇祭っていうのを毎年やっていて、これはすごい全国からたくさんの人が来るだけじゃなくて、いろいろ地域の人も観光産業として演劇祭に関わって、いろんな化学反応というかいいことが起きている地域です。さらになんですけど、世界的なアーティストが滞在するレジデンス施設もあります。で、アートに関するさまざまな取り組みがされている地域なんですけれども、ただ勝手にアートとか演劇を鑑賞するっていうことではなくて、その演劇とかアートが街に染み込むことによっていいことが生まれるんじゃないかっていう考え方で街づくりをしているっていうのがとても珍しいポイントです。で、最近この理念とかに惹かれていろんな面白い方も移住してきていて、例えばなんですけど、森の幼稚園を開設するチャレンジをしている人とか、子どもたちにダンスを教える場作りをしている方ですとか、あとデモクラティックスクールっていうようないろんな学びの場もできてきて、だんだん街が面白いことになっています。あとは気になることがあったら話しかけてきてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では引き続きですね、2部の方でもまたお話伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。します。はい、ありがとうございます。ではですね、はい、続いて3番目の、ご出演いただこうと思っております。今日はですね、ご出演いただいた海士町からもですね、ご参加いただいておりまして、一般財団法人島前ふるさと魅力化財団の大山さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。はい、ね、こんばんは。よろしくお願いします。では、今から2分間のタイムになりますが。2分間、はい。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっと資料とかは、あえて用意してないんですけど、私はですね、島根県の、先ほど第1部これ見られてる方もいるんでしたっけ？はい、見ていただいております。第1部、で、もういらっしゃった南さんがいる海士町っていうところのちょっと自宅から今オンラインさせてもらってるんですけど青山と言います。よろしくお願いします。海士町ではですね、
まあ、地方創生とか、なんかそういう文脈で、いろんな取り組みを、これまでしてきてまして、一番有名どころというか、大きな、取り組みになったのかなと思っているのは、隠岐島前高校っていう高校教育の魅力化プロジェクトというものを立ち上げて、廃校寸前だった高校を、まあ、教育を起点に、こう、地域づくり、廃校寸前だった高校を魅力化することで、魅力的な学校にしていくことで、まあ、残していくっていうところはもちろんなんですけど、高校教育の改革を軸とした地域づくりということに長年、取り組んできております。まあ、今ではですね、なんかその教育魅力化っていうのが全国各地広がって、花が発祥の地みたいな意味合いで、若干有名というか、いろんな人に知っていただいてたりもするんですけど、まあ、その他にも産業面とか、まあ、医療福祉とか、いろんな分野で、いろんなことを取り組んでいるというような、状況というか、これまでのところです。特徴としては、まあ、移住者の人口が海士町でいうと2300人ぐらいなんですけど、まあ、これまで移住者の方々、20年間ぐらいの間でこういろいろと受け入れてきて、今では人口の4割、あ、2割か3割ぐらいは、移住者の方で構成されているような、状況で、まあ、新しいチャレンジとかそういうのは生まれやすい風土というか、まあ、地元の人と、移住者の人が混ざっているような地域かなと思います。まあ、本当ざっとなご説明でしたけど以上で、終わります。またお話しましょう。はい、ありがとうございます。山さん、はい、では引き続き2部の方でもよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。では続いて、4番目にですね、ご登場いただこうと思います。宮崎県都農町からですね、いつの間さんに今日は来ていただいております。中川さん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。中川です。じゃあ、今からちょっと2分間なんですけど、ちょっと自己紹介含めてご挨拶お願いします。はい、じゃあ、ちょっと画面共有しながら、はじめまして、いつの間の中川と申します。ちょっと私はもともと東京生まれ、東京育ちで、2020年3月にいつの間という会社を起こして都農町に移住しました。まあ、もともとやってた仕事はキッザニアという子どもの職業体験の立ち上げでしたり、まあ、大日向小学校という日本初のイエナプランスクールの立ち上げ、あるいは下北カレッジという、まあ、教育寮を作ったり、まあ、街づくりと教育を重ね合わせるということをライフワークにしてまして、2020年3月に UDS という会社は、まあ、後輩に譲ってで今単身で移住して都農町に来てます。で都農町は人口1万人で、過疎化が進んで、宮崎空港が1時間ぐらいの町なんですが、2040年には老年人口が生産年齢人口を上回ります。これちょっと私昨日南小学校の授業で、定期的に小学校中学校の授業やってるんですが、子どもたちが僕の自己紹介を結構メモってくれてまして、まあ、高川さん子どもも孫もいるとか、アラちゃんという犬がいて看板犬と一緒に暮らしてるとかですね、倒産を2回してるらしいとか、まあ、そういう話をしておりますが、まあ、そんな子どもたちと一緒に今いつの間という会社は、まあ、移住者とあと廃校になった高校が2021年ありまして、その最後の卒業生を新卒でこの黒く翼というものを入れて地元と移住者一体で進めてます。まあ、やってる授業は場作りということで、もともと僕建築のプロデュースとかが専門でやってたので、こういう空き家の再生と、あとまあデジタル化をして高齢者全世帯にタブレットを配布して今若い人が教えるというスキームと、あとはまちづくり教育と呼んでるんですが、都農中学校と都農小学校を中心に、キャリア教育をやっております。で一番力を入れているのはゼロカーボン教育で、今小中学生選抜メンバーを作って学校の授業と別に、年間で今15日30時間ほど議論をして、これで3月にゼロカーボン施策の提言を町にしたり、まあ子どもたちが町を作るっていう動きをまあ加速させようということで今やっておりますので、まあ、ご関心ある方いらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ではちょっと画面共有戻していただいて、はい、ありがとうございます。中川さん2部の方もぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。はい、ではですね、続いてどんどん行っていきたいなと思います。続いて新潟県阿賀町からもですね、ご参加いただいてます。特定非営利法人活動法人、川湊の、西田さんに今日はお越しいただいておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうなんか皆さんすごすぎて
僕が行きたいですね、そっちに。ぜひぜひ、ちょっと自己紹介よろしくお願いします。はい、まあまあ、はい、とりあえずやります。はい。では、やりま、2分間ですね。はい、私の発表タイトルは、見つけ合う学びをともに、地域とともに作るということで発表します。私は我が黎明高校魅力化プロジェクトのコーディネーターしてます、西田拓司です。簡単なプロフィールですけど、まあ、本当は現代の美術家をしています。はい、今魅力化コーディネーターとして阿賀町にいます。好きな言葉は、一緒に、シャルウィーダンスです。一緒に踊らないかです。はい。阿賀町はですね、新潟、会津藩の川港だったところが新潟県に入りまして、今、人口が9900人で、まあ、雪の時期が実は本当に綺麗で、はい、素敵なところです。川と温泉と雪と学校と SL の町として知られてます。阿賀黎明高校って高校がありまして、現在生徒が50人ということで、これからまあ盛り上げていこうというような状況です。まあ、黎明高校っていうのは新潟県で一番東にあるので、夜明けとか始まりという意味で付けられました。温泉がある学生寮があります。現在1年生、2年生14名が生活しています。まあ、お風呂に入ったり、で、ハウスマスターっていうまた協力隊の方が4名今勤務しています。はい、隣にブックカフェを今年作りました。コロガハウスのところでカフェとコワーキングスペースみたいなところがあって、こちらも地域保守協力隊が1名勤務してます。公営塾の黎明学者の人を募集しています。個別の学習サポートですとか、学習習慣作りのフォローとかをやってます。キャッチコピーをやればできる、やったらできたりです。はい。授業ではこんな阿賀町最高プロジェクトという総合的な探究の時間で高校生が地域と一緒に学んでいます。はい。で、地域の大人たちの阿賀黎明探究パートナーズという団体がありまして、こちらが、いろんな、キリン山という有名な酒造会社の社長さんとかが、やってくれてます。で、なんと、コンビニがあります。はい。セブンイレブンとファミリーマートがあります。はい。そんな町です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。西田さんも、はい、ぜひ2部の方もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではですね、はい、団体さん、最後になりますね。はい、島根県からですね、地域教育魅力化プラットフォームの皆さんをいただいておりますので、本日、中村さんですかね。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。では今から2分間ですね。よろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いいたします。私たちは地域教育魅力化プラットフォームということで、先ほどご説明があった海士町がある島根県のですね、松江市というところに事務所がある、そういう団体になっています。で、このビジョンにあるように、意思ある若者にあふれる持続可能な地域社会を作るということで、高校を核にした地域づくりということで、それを全国にどういうふうに広がっていくのかというところのをご支援しているそういう団体になっております。で、こういうメンバーもですね、山岳官民連携で一緒にやっているというそんな団体になります。で、主な活動として地域未来留学という都道府県の枠を超えて地域の学校に入学をし、充実した3年間を過ごすことという、そういう取り組みをやっております。で、今参画している高校さんが32道県90校というところになってまして、実際に入学している方が年間500人ぐらいというそんな取り組みになっています。で、5年目を今迎えておりまして、参画する学校さんだったりとか、あとはその参加される中学生保護者の方も年々増えていっているそんなところになります。で、こちらの、日本地図の方が参画されている学校さん、自治体さんの数なんですの、とこなんですけども、こういうふうにですね、北から南まで広がっていっているというそんな状況です。で、こちらが、先々週にやった、その合同説明会の様子になります。中学生の皆さんが主役、高校生の皆さんが主役になってですね、こういう場作りをしている、そんな取り組みになっています。また7月もありますので、またよろしければぜひ、地域未来留学と検索していただけたらなと思います。で、そこに加えてですね、この地域課題解決学習、探究学習というところも一緒にやっておりまして、
いろんな地域の方がいろんな地域の資源を生かして、こう学んでいくというところを、やっております。まあ、こういうところがですね、全国各地で広がっていったらなというふうに思っております。で、今日採用のところもこういうところのメンバー募集してますので、また後でぜひお話しさせてもらえたらなと思います。また寄付もやっておりますので、ふるさとチョイスとかを検索してもらえたらなと思います。以上になります。はい、中野さんありがとうございました。ありがとうございました。の方もよろしくお願いいたします。はい、では宮本さん、2部も大変魅力的な地域の皆さん集まって、いやどこもめちゃくちゃ面白そうですね。この学ぶのテーマにもう本当にドンピシャみたいなところがあって、うんね、すごい楽しみです。ね、一期ばかり出てきていただいております。ありがとうございます。ではですね、一部の方ですね、こちらでまた終了していくんですけども、またちょっとゲストの皆さんにも最後顔を出していただいてですね、ゲストの皆さんも2部の方もご参加いただきますので、はい、ありがとうございます。そうですね、またお声掛けさせていただければというふうに思います。ありがとうございます。はい。ではですね、松村さん、一部ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではですね、一応ここで公開型で見ている方はですね、終了となりますので、ちょっとですね、お知らせを少し挟ませていただこうというふうに思います。はい、こちらですね、特設サイトの方ですね、今オープンしております。で、入っていただいてですね、学ぶというコーナー見ていただきますと、今日ご出演されていらっしゃる皆様の、プロフィール情報とかも載っています。あとはですね、ご参加いただいている地域の皆さんもですね、ここからスマートのプロジェクトとかでつながっていくこともできますので、ぜひここからですね、気になった地域アプローチしていただけたらなというふうに思います。6月30日まで特設サイトオープンしておりますので、どうぞ引き続きチェックしてみていただければと思います。ありがとうございます。はい、というわけで6分超過しましたが、はい、一部の方は公開型はこちらで一度終了とさせていただこうと思います。ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。